受験勉強は独学でしたか。独学って何なんですかね。塾は行ってます。予備校は行ってました。でも予備校行っててもあんまちゃんとやってなかったかな。独学に近いかもしれないですね。予備校も出席するけど途中で内職がしてたし、あれ何の意味もなかったですね。何やってたんだろう。でも結局もう受験前になるともうここをやるしかないってのが見えてないと、多分予備校に行こうがいい人に教わろうが多分落ちると思うんですよ。ベタにやっぱ参考書1個丸暗記とかしてましたね。ページ数ぐらいまでなんかファッて頭に出るぐらいまで暗記してましたね。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと、英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することもありくではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくてそのツールとしての英語でしょ。ただそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど、普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういう語教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません。プログラムとかそういう方だと思うんで、こういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。現在私はコミュニケーション能力、主に笑いとお客様への共感性を特に重要視される少し特殊な接客業に勤めています。質問なのですが、どうすれば自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつも相手との距離感を壊さない、繊細さも忘れない絶妙なバランスを保った会話をすることができますか。こんな硬い文章を書かないでください、共感性なんでしょ。でもっとゆるっとした文章でいいですよ。笑いが重要なんだ。じゃあ普通にだってそのね、現場でずっとお客さんに接してれば必要とされるジャンルの話術とかってなんとなく分かっていくもんじゃないですか。それが分かんないんだとしたらちょっと笑いのセンスとかじゃない気がしますね。あ、自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつもって、自信を持って主張はしない方がいいと思います。あの寒い関西人みたいになるんです。それはゴリゴリで押されても困るんで、もっとふわーっとした方が笑いやすいです。自分が作った作品をより多くの人に見てもらう方法として何が一番効率的だと思いますか。作品というのはどういうものなんですかね。絵画とか彫刻とかなのか、それとも動画コンテンツだったりするのか、 NFT アートなのか。ちょっと分かんないんで、これっていうのはないな。でもシンプル知名度上げるのは楽だとは思うんですよ。知名度ってどんな形でもいいから、それが悪どい方法だったり炎上商法であったりしても人の目に触れる機会が増えると思います。多くの人に見てもらって評価してもらうってなると、別に知名度上げても評価ってそんな変わらなかったりするので、もちろんね、あの裾野が広がれば高評価してくれる人の人数は増えるんですけど、本質的なものの作品の価値ってのは変わんないんじゃないかな。どういうことなんだろう。目的が分かんないな。ちょっとこれだけだと何とも言えないですね。すみません。漫画を読んでいると言うと、本を読んでいることで慣れと言われるのはどう思いますか。いや、なんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では、漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね、同じテーマで書いてあって、新刊1冊読むのと同じテーマで書いてある漫画コミックス10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね、そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなことをやつは無視していいと思います。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから
嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。一人暮らし、ソロ活動が楽しすぎて結婚したくないけど老後に孤独死はしたくない場合はどうしたらいいでしょうか。同じ気持ちの人が多分いっぱいいるんで、ここで募集したらいいと思います。私の座右の銘は時は金なりです。1時間いくらなら人によりますか。私は1万円でもちょっと躊躇します。1万円じゃ絶対売らないでしょ、自分の1時間。不労所得で生きていくには元本がどの程度必要でしょうか。またどのくらいの期間が必要になりますか。不労所得で生きていくには別に元本なくてもいいんですよ。むしろ何もなければ生活保護という最強の不労所得が手に入るので、なんかひろゆきさんが言いそうなことになっちゃいますけど、でもそれが最強の不労所得なんですよ。じゃなくて、例えば何もしなくても1億円毎年入ってくるみたいなことになったら、1億円 5% ぐらいだから結構必要になりますね。そうなると20億ぐらい必要になるかな。そういうことじゃないんでしょうね。最低限の生活の目標を立てて、そこから逆算していくのがファイアっていう方法なので、こういう質問をしていく時点で多分不労所得を見つける方法は見つかってないと思うので、普通に働いた方がいいと思います。基本的にはそういう生活になれる人はいないです。ファイア目指してる人ね、若い者すっごい多いんですけど、大抵失敗しますね。そんなぐらいの覚悟じゃ無理だよって誰かアドバイスした方がいいと思います。動画が気分転換と癒しになってます。質問ですが、老化に対してどう思われますか。私は動画のため実年齢より若く見られやすく調子に乗っていましたが、最近では体の不調で病院へ行くと老化ですねばかりでアラフォーの現実を突きつけられています。それでも老化に抗いたいのですが、なるべくお金をかけずアンチエイジングする方法ばかり考えています。アンチエイジングについてどう思われるか知りたいです。やっぱり本当に技術が進歩しているので、アンチエイジング効果あるやつ、一昔前はね本当詐欺まがいだったんですけど、もちろん詐欺まがいのものも同じぐらい数あるんですけど、効果のあるやつはそれより増えてるなって最近感じます。アンチエイジングできるならした方がいいです。ただなるべく金をかけずっていうのは本当に効果ないやつが多いので、金をかけないかけたくないって思っている人を狙ってる詐欺の方が多いので、ほぼ同じ成分だったりするんですけど、高いものの方が信頼感があります。まあほんま変わんないんだけどね。老化には抗いたいなら湯水のごとく金かけてほしいですけど、まあそれは難しいと思うので、でも美容インフルエンサーの人ね、本当にマジで根拠ないことを言う人もいるので、ちょっとそこは気をつけてほしいですね。でもなるべくお金をかけずっていうので、本当にただ同然のやつはゼロ同然の効果しかないので、ちょっとお金かかるっていうのは覚悟した方がいいと思います。だけは失いたくないと思うものありますか。やっぱ命は失いたくないですね。いつも楽しく拝見しています。一番効果のある少子化対策って何だと思いますか。待って、手厚い保護とか支援っていうことになるんでしょうね。分かりやすいので言うと、少子化を止めるわけだから、子供を作りやすい状況、子供を作りたくなる状況っていうことが一番大事なんじゃないですかね。 iPad Pro 買いたいのでぜひお金ください。あげようかな。何に使うんだろう。めっちゃ面白いことに使ってくるんだったら全然お金あげたいですけど、普通にあったら便利ぐらいだったら冗談じゃないですよね。そのプレゼンをしてほしいですよね。勉強勢がちょっとなんか歪んできて隙間にちょうどあるのが iPad Pro なんですよとかだったらめっちゃ買いたいですね。怒りの沸点が低くて困っています。他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます。私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが、私はそれができません。そういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが、何か改善策はありますでしょうか。マジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで怒ってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど、別に怒ることそんな悪いことではないので、僕はあんま怒んない方なんですけど、だからといって怒ってる人見ても、ああ恥ずかしいなと思いますけど、みっともねえなと思うんですけど、まあ怒る理由も分かったりするので、全く怒んなくてしんどい生活するよりは、別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね。まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども、怒らせる原因があるんだとしたら、その原因を作った人の方が悪いので、怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できて、それでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。7月より公務員として働いている19歳です。安定を求めて公務員になりました。しかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず、仕事をしながら勉強しようと考えています。
実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、無謀な挑戦と思いますか。いや別に思わないですね。そういう人はまあいるし、そんな無謀じゃないと思います。ただ時間はかかると思うんですけど、でも19歳だったらいいんじゃないですか。全然まだ取り返しつくと思うので、10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか。少なくとも弁護士になれなくてもその法律の知識はまあまあ役に立つでしょう。来年から高校教員になります。へー。私は勉強はもちろんですが、生徒が自分で考えて生きていけるような考える力を養えるような教育をしたいと思っています。理想的な教員像について教えていただきたいです。はー、なるほど。今の学校教育でどんな科目がちょっとあるか細かいの分からないんですけど、暗記科目なんかどうでもいいから数学勉強しなさいって言ってくれる人が僕はいいなと思いますね。別に数学にこだわらなくてもいいんですけど、普遍性のある学問、そして頭を使う学問って結構教科の中でも限られるので、まあ実用性が高い学問っていう意味では、その情報処理プログラミングとかもすごいいいなと思います。でもやっぱ数学が一番いいんじゃないかな。数学の勉強苦じゃなくなると、やっぱ考えるってことを苦じゃなくなると思うので、あとは将来の税金のこととか教えてくれる先生がやっぱ一番いいなと思いますね。私はやりたいことや楽しいと思えることものなどがありません。何に対してもあまり興味が持てません。仕事行って帰って同じルーティンの生活をして、ただなんとなく同じ毎日が過ぎていきます。はこのままで生きていていいのか分からなくなります。最高の生活じゃない。ご飯食べても美味しいと思わないですかね。なんとなく美味しいもの食べて、なんとなく涼しい部屋で、なんとなくゴロゴロできたらそれでいい気がするので、なんか満点に近い生活をしている気がします。真面目だねとよく言われます。自分で自分のことを真面目だと感じないのでよくわからないです。カズレーザーさんの考える真面目な人ってどんな人ですか。少なくとも人のことを真面目だねっていうやつって不真面目なんで、そんなやつは信頼に値しないですね。縁切りましょう。大抵の人は集中してる時に真面目に見えるのにね、それをとやかく言うようなやつってのはかわいそうだな。そんな人が周りにいたら、真面目だねって言われてる、多分いいことだと思いますよ。恋人が異性と話をしたり仲良さそうにしていると、嫉妬のようなモヤモヤした気持ちになってしまいます。どうしたらこんな余計なことを考えなくて済むでしょうか。はあ、どうなんですかね。でもこの方は感覚的に恋人から愛されてるなっていうのは感じるんでしょうか。感じるんだったらまあ、ね、いや気持ち悪くなしょうがないじゃないですかね。それだけ自分の恋人だからね、やっぱすごい素敵なわけでしょ。もしかしたら他の人が狙ってるんだって不安になるぐらい素敵なんだったら、やっぱそれはやきもち焼かざるを得ないんじゃないですかね。余計なことを考えてるわけじゃないと思いますけどね。すごく素敵なパートナー見つけたんだから、そのパートナー逃がしたくないっていうのは普通の考えだと思いますね。でもどうだろう、例えばその人が過去に浮気とかしてたっていう経験があってだとしたら、それはまた違う話になってくるんでね。余計なこととかじゃなくて、それはもう防御本能として感じてることだと思うので、ただやっぱ恋人側としては、その恋人側としてはちょっとしたことでやきもち焼かれるってすごくしんどかったりするので、あまりやきもち焼いてるってことは、まあ1回2回伝えた方がいいと思いますけど、やめてとかはそういうことしないでとか言わない方がいいんじゃないですかね。やらざるを得ないことってあるんですよ。他者と会話ってしなきゃいけないので、で他者と仲良くした方がメリットが多いので、社会っていうのは感情とか恋愛とか性欲愛欲とか関係なく、人とは仲良くした方がメリットが多いって感じてるから、恋人もいろんな人と仲良くしてるんですよ。なんでそこは割り切った方が、割り切る術を身につけた方がいいと思います。高校生になったら高校生クイズにチャレンジしてみたいのですが、何かクイズのコツとかありますでしょうか。はあ、なるほど。高校生クイズはテイストが急に変わったりするので、難しいですけど、今は地頭力みたいな感じなのかな、発想系のクイズ内容になってると思うんですけど、あれは発想系に見つかけた知識問題なんで、結局全部クイズです。知識で解くしかないです。過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか。いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないから、トラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい、何でもいいからしょうもないことでも楽しいって思うことをストックしてって、例えば夜寝るときに
トラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいって思った方が得だと思います。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮がありますが、どんな親にも当てはまりますか？いや、もちろん当てはまんないって言ってほしいんでしょうけど、当てはまんないですよ。そりゃそうでしょう。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮があるんだ。感謝してもしなくてもいいと思いますよ。私は人が困っているのを見るとすぐに手助けせず、助けてほしいと向こうから声をかけられるまで眺めてしまいます。おう、こんな性格の人間はどう思いますか？いや、人との距離の取り方が上手だと思いますね。なんかこっちから助けると困ってないですって怒る人もいるのも事実ですし、でも絶対に助けないわけじゃないですもんね。もう必要とされれば絶対に協力するっていうのは上手な生き方をしていると思います。ボキャブラリーを増やしたいのですが、本や新聞を読み尽くすしかないのでしょうか？他の方法があれば教えてほしいです。何のためにボキャブラリーを増やしたいかによりますね。小説家になりたい、作家になりたいんだったらもう本当にいろんな言葉を知ってた方がいいと思うんですけど、語彙数が少なくても面白い文章っていうのがあるのも事実です。硬い言葉を勉強したいなら新聞読むのがいいと思います。そしたら新聞っぽい言葉がつくので。どんな言葉を喋りたいかによります。面白い言葉遣いを増やしたいなら芸人がやってる大喜利とか見るのも面白いと思います。ただ言葉を知ってて引き出しが多くてすぐにそれを取り出せても、いろんな言葉を知ってるだけでボキャブラリーが豊富だなっていう評価に多分つながらないと思います。目的をまずちょっとはっきりさせた方がいいと思いますね。自分がすごく浅い人間に感じます。物事に関して関心を持てず、全てに関して適当に何も考えず生きています。いいじゃないですか。 ある意味幸せだと思うのですが、いや幸せだと思いますよ。人として何か欠落しているように感じます。日々の楽しみなど、私に対して日々の楽しみなどありますか？楽しみはいっぱいありますね。もう今日は昨日に比べて腰が痛くないとかでも十分楽しいですし、興味が持てないっていうことが何か欠落しているように感じる。どうなんですかね。むしろ何かに集中する、人間の持ってるキャパシティ決まってるので、使えるそのリソースは決まってるので、それを何かに集中させるってことこそどっかを欠落させると思うんですよ。すごく浅いってことはまだ何者にも関心を持てないとは言ってますけど、関心を持つ余裕があるはずなので、多分関心を持ったらそこに、ね、集中できるじゃないですか。むしろ今が満たされている状態だと思いますね。ずっともう浅い人間だって思うぐらいで生きた方がいいんじゃないですかね。養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など、何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか？はあ、そうですね。容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、多分電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人で、すげえ頭が良くて、すげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好で、すごいルックスが悪くて、すごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうが、あなたの、ね、個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのはなんかすごいおごり高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間、同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで、屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、
この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね、これそういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。何歳まで行きたいですか。いやまあ500は行きたいですよね。とりあえず職場でいつも小さなミスが多いです。事務作業においてミスを少なくするコツってありますか。めっちゃ迷惑かけてそうだなこの人。Excel のマクロをめちゃくちゃ組めるように覚えて、ミスの確認をシステムに投げるっていうのを自分で勉強するのはいかがでしょうか。もしくは自分のデスクのあらゆるところに確認しましたかって書くとかじゃない。もしくはイヤホンつけて自分の音声再生してくれるプログラムとかアプリであるので、そういうの入れて10分おきに確認しないよってなんかつぶやいて、その音声が耳から聞こえてくるようにするとか、そういうので頑張ってください。よく人からあなたのダメなところは真面目すぎるところだと言われます。真面目すぎるのはいけないことなのでしょうか。いや真面目な方がいいと思います。真面目すぎるところが良くないっていう人がただ不真面目なだけなんで、こういう時って往々にして真面目すぎるなんてことないですね。真面目なことで迷惑を与えることってあんまないので、融通が効かないとか、その別の言葉を真面目すぎるって言い換えてるんだとしたら、その一度反省してみてもいいと思いますけど、本当に真面目なんだとしたらそれは悪いことではないです。怒れるようになりたいです。言い争いの際ある程度自分の考えを冷静に伝えることはできますが、結局僕が自分が悪かったと思うことで結論付けてしまい、自分もしんどく相手も困らせてしまいます。ちゃんとぶつかり合いたいと逆に怒らせてしまったこともあります。恋人や家族など大切な人相手だとなおさら自分を責めてばかりです。どうしたらいいでしょうか。怒んなくてもいいんじゃないのかなと思いますけど、怒らない人っていうのはやっぱり重宝されるので、別に怒んなくてもいいんじゃないかな。怒ってる人ってね、そのコミュニティの中ではいいけど、やっぱ怒ってる時って声がでかいんで、それ以外のね外にもどうしても伝わってしまうんですよね。それはもう実際に喋ってるのじゃなくて、例えば SNS 上だったりしても、感情的なものって基本的にその感情を共有できてる、その場にいる人以外からしたらどんな感情であれどんな正義があれ不愉快なんですよね。その表現自体が若干の不愉快なんで、怒らない人の方が基本的には僕はいいと思います。毎回自分が悪かったみたいな結論になりがちなんだとしたら、議論とかするときにちゃんと文章を返してやり取りするのがいいんじゃないかなと思います。面と向かってやり取りしない方がいいです。でちゃんと結論も出ますし、ただ恋人や家族など大切な人同士のそういうやり取りって結論が出なくてもいいことだったりするので、そういう時は怒らない方がいいんじゃないかな。今の生活楽しんでるはずなのに不眠と過食が止まらないのはなぜだと思いますか。今の生活を楽しんでるっていうのが正しいとしたら、枕が合ってないのと栄養が足りてないんじゃないでしょうか。でも過食っていうところは太ってんのか。まあでも自分でもお気づきの通り、今の生活が本当は楽しくないってことなんでしょうね。あ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいと。いや、なるほど。うわー、でもそれは無視していいんじゃないですかね。ただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど、行きたい学部があるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどね。それでもやる気が途切れないんだったら、やっぱ親も説得しやすいと思うし、そこまで反対しないと思うんですけど、1年なんか必要な資金稼ぐのでハートが折れるようだったら、多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。爪を噛む癖がやめられません。爪用の苦い薬や あれやってもダメなんだ。手袋なども試してもダメでした。ダメなんだ。あーそう、じゃあもうしょうがないんじゃないですか。爪噛む人だと思って周りも接してくれると思いますよ。まあそれを嫌がる人はいますけど、気にしない人も全然いるんでね。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね怒られないと思うので。1年前ゲームがきっかけで出会い、その後付き合うようになった彼氏がいるのですが、
私の親はその人に会うことに反対しています。ちなみに親には友達とは言っていますが、実は彼氏であることは隠しています。会いに行くならスマホもゲームも取り上げるというのです。どうしたらいいのか私には分かりません。お互い顔は知ってますし、どこに住んでいるかも知ってます。東京と山口の遠距離、はい、そしてお互い本気で愛していますし、会いたいと思っています。まあ取り上げるって言われるなら、まあそうね、しょうがないんじゃないですかね。まだは、私は今月で25歳、彼氏は27歳。なんでそれでスマホもゲームも取り上げられるっていう選択肢が、そういう、どういうこと、どうかアドバイスお願いします。自立してください。実家暮らしをやめてください。そしたら好きな時彼氏と会えます。会社の先輩から理不尽な扱いを受けてモヤモヤします。これくらいできないと困るとか、私の時なんてそんなんじゃなかったということを聞こえよがしに言います。その先輩は自身が育休明けの時にあまり優遇されなかったという思いを持っているようです。私の時なんて誰もフォローについてくれなかったと、これまた聞こえよがしに言っていました。私が同じ育休明けで定時に帰れるようにとか、あまり負荷をかけないように周りが配慮していることが気に食わないのかなと思います。ですが直接言わないのも腹立つのと、あと気分のムラがすごくて、機嫌いい時はそんなにというほどいろいろ教えてくれるので余計に嫌です。こういう人はどこにでもいるような気もするし、私の気の持ちようかと思います。人間って自分が得る機会がなかったかどうかって冷静に考えられず、他人が得してるのをなんか嫌う人っているんですよ。あれ、私は似たような状況で苦労したのに似たような状況で得してる人がいる。でも自分が得する人ができないから、相手の得してる部分を減らして、なんかイーブンの関係というかプラマイゼロにした気になりたいっていう、なんか算数ができない人が世の中にやっぱいるんですよ。そういう人が、まあこの人は多分その先輩っていうのは完全にそうだと思うんですよ。別にね、このコメントしてくれた人が苦労したからって自分が楽できるわけではない。で本当にそういう人って世の中多くて、でも機嫌のいい時はいろいろ教えてくれるっていう、なんかねメリットもまんま感じてるので、直接的にダメージがあること、迷惑をかけられてるのかな。まあまあ嫌味を言ってくるってことですよね。その人のね声色とかいっぱい録音して、その言葉をノイズキャンセルできるようにプログラムするのがいいんじゃないかな。その商品を AI 企業とかに提案して、似たような言葉全部、大抵ねそのオフィスで話される言葉ってまあまあノイズキャンセルしても成立すると思うんですよ。ルーチンワークもある程度あるだろうし、特にその人の言葉だけ、似たような言葉だけカットするっていうのが、その機能が生まれたらむちゃくちゃ商売になると思うんで、そこにしばらくちょっと注力してはいかがでしょうか。嫌な上司の言葉だけノイズキャンセリングできるアイテムは世界的に需要があると思うので、それをちょっと目指してみてはいかがでしょう。イライラしないようにする方法があれば知りたいです。なるほど。すぐ甘いもの食べるのがいいんじゃないですかね。甘いものはやっぱ最強だと思いますよ。その分太るっていうのがあるんですけど、イライラしなくて済むならそっちの方がやっぱ健康的な気がしますね。親が就職試験を応援してくれる裏側に家計費を入れるためだとか、自分の子供が正社員じゃないのが恥ずかしいっていう意図があった時、それでも親の言葉をありがたく思わないといけないのでしょうか。はあ、ありがたく思う思わないは別にどっちでもいいと思いますけど、それによって就職できたなら儲けもんなんじゃないですかね。で家計費入れたくないんだったら親から離れて別のところで暮らしたらいいと思います。最近寝つきが悪いです。布団に入ってから2時間眠れません。ショートスリーパーなのか分かりませんが、4時間睡眠の方が顔をむくんだりせず体も軽いです。ちょっと僕もショートスリーパーでも何でもないのでがっつり寝ちゃうんですけど、2時間は眠れないんだ。でも今4時間でいいなら大丈夫なんじゃないですかね。7年間好きな人がいます。ええ。でも関係を壊したくないから思いは隠しています。は、関係を壊したくない気持ちとどんどん欲が出てしまうのを両方を満たすのは不可能ですか。不可能でしょう。なんですかね、関係を壊したくない、そのパートナーとかの関係ではない、恋人っていうわけじゃないんですかね。でも好きなんですね。7年、この方がおいくつか分かんないですけど、7年経って進展ないなら多分脈はないんじゃないでしょうか。
コメント返しシリーズをよく拝見していて思うのですが、カズレーザーさんのいい意味で適当な考え方はどのようにして身についたものですか。先天的なのか後天的なのか詳しく知りたいです。適当に答えてるのはこのコメント返しだけです。普段面と向かって相談されたらちゃんと答えてます。あのコメントなんで適当に返してるだけですよ。大事な人の相談にはちゃんと答えてます。はい、僕にとって知らない他人だから適当に答えてるだけです。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってただの制度なので。一人暮らしなんですが、どうやら下の階に音が筒抜けなようで冷やかしや嫌がらせをされてしまいます。引っ越してきたばかりで解約金がかかってしまうので対策をしたいんですが、何か良い方法ありますか。音を立てないように最新の注意と防音マットも敷いています。あ、でもそれでも筒抜けなんだ。そんなに下の階に音が響くことある。歩くときも別にドタバタ歩いてるわけじゃないんでしょ。まあ、下の階がそういうのめちゃくちゃ気にするタイプのやべえやつって可能性はあるけど、やべえやつなんだったらそのどんだけ金がかかっても引っ越した方がいいです。やばいやつが一人いるともう人生マジで困るので絶対引っ越した方がいいです。借金してでも解約した方がいいです。引っ越す前にそういったことに気づける方法などご存知でしたらお伺いしたいです。内見行ったときにドタドタ歩いてみたらいいんじゃないですかね。1歳8ヶ月の子供がいるパート主婦です。特に何の資格もなく在宅で週3日パート勤務しています。本当はやりたいことを職にしたい気持ちはあります。2年前に日本語教師の講習を受けましたが、試験勉強に身が入らず検定は取れていません。勉強時間確保の方法や日常的に天に触れられるようにすればどうしたらいいでしょうか。勉強に身が入らなかったのか、多分今の状況だと余計資格を取るのは難しいと思います。今本当にやりたいことがそれなのか、ただ今の週3日パートっていう状況が納得いかないから別のことをやりたいことっていうんで憧れてるだけじゃないのかっていうのを一回考えた方がいいんじゃないでしょうか。地頭が悪いんですが改善方法はありますか。地頭って言葉を使うと頭が悪く見えるので使わない方がいいと思います。地頭って概念はあんまり確立されたものじゃないので、知識一辺倒の対義語として使われるんですけど、その地頭の良し悪しを測るなんか方法尺度自体が結局決まってるので、それも結局知識と一緒なのであんまり気にしなくていいと思います。それはひらめきとかも一緒で、最初から解き方方法が決まってるひらめきなんてひらめきでも何でもないので、それはただ今までやってきたことの慣れとかでしかないので、あんまり地頭ってことは使わない方がいいですよ。10年以上ダンサーしてますが、ダンスの世界は他の世界に比べてお金がないです。報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってます。ああ、なるほど。どうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますか。お金が流れなくて成立しちゃってるんで、多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思います。こういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあって、こういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけど、もうダンピングが成立する社会になっちゃってると、誰かがうごうって言った間に抜け駆けして誰かがね飛びついちゃうということなんですよね。変わんないんじゃないかなって思いますね。そういう業種はもう至るところにあります。この方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって自分の稼いだお金をトリプルダウンして下に流す以外の方法は多分ないんですよね。スーパースターが現れてもう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよね。アニメーターの世界とかも多分似たところがあって、みんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃってて、で結局お金持ってる中国商に買い叩かれちゃうみたいな、そういうのはいろんなところにあります。この方がダンサーとして成功するしかないです。自分がちょっと成功できないなって思うとしたら、その報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います。全員でね行動を共にして変えるってのが一番いいんですけど、多分難しいんだろうな。身も蓋もない言い方なんですけど、大金持ちを味方につけるしかないですね。強いパトロンがいるかどうかだと思います。か別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかな。こういう業界はいっぱいありますよね。彼はずっと嘘をついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか。
マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。中2です。陸上競技部に所属しているのですが、高校は短期留学もしてみたいので、わめっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。おいおいおい、だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか？高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになると思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなと、もうやっぱいろんな人と付き合ってないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強い、なんか魅力的な目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあ そういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方がやっぱ先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。仕事で少し注意されただけなのに一日中考え込んでしまい仕事に集中できなくなることがあります。どんな考えをすれば気にしなくなりますか？仕事に集中してください。他のことを考えて気晴らしされても職場は困るので、仕事に集中しましょう。はい、注意はされるものです。私は虫が苦手です。ああ、わかる。ゴキブリ、ムカデなどなら容赦なく退治します。え、苦手なのにすげえ。あ、そうなんだ。ですが蝶やテントウムシなどは退治しません。そりゃそうだろ。何もしてこないでしょ、蝶やテントウムシって。もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか？同じ命であることは変わりないですが、ゴキブリやムカデなどは退治したいです。同じ命ではないでしょ、ゴキブリの命なんだから。あなたの中でだって明確に基準があるんだから別に同じ命じゃないんじゃない？でもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど、自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうか。なんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃない。それが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います。会社に給料を上げてもらうためにどのように上司に交渉すべきだと思いますか？結果を出すしかないんじゃないですかね。会社ってのはどうやっても、上位かたつ上の方が有利なので。僕は高校1年生で文系と理系のどちらかを選ぶか迷っています。将来やりたい仕事につながりそうなのは理系なのですが、得意で好きな教科は文系なんです。どちらを選べばいいでしょうか？理系を選んでください。得意で好きな教科は文系ってのは多分覚えて数字が、ね、点数が伸びやすいからってことが多いので、将来やりたい仕事が理系なんでしょう。じゃあ絶対理系選んだ方がいいです。いつも楽しく拝見しております。フリーランスで先生のお手伝いをする日々です。どういうこと？先生がよく頼ってほしいと言うのですが、頼るって難しいなと思う今日この頃です。アドバイスを求めすぎてもこの前も言ったでしょうになっていくでしょうし、頼るってどういうことなのでしょうか？フリーランスで先生のお手伝いをする日々ですってどういう職業なのか、ちょっとどういったジャンルなのか分かんないんですけど、頼るって難しいなと思う今日この頃です。この前も言ったでしょうって言われるまでは頼った方がいいんじゃないですかね。頼ってほしいって先生は言葉を選んで言ってるんですけど、もっと効率よく動けよって意味なので、はい、それは自己流で勝手なことをするなっていう先生からの注意だと思った方がいいんじゃないですかね。質問などを募集しているときにいい質問が思い浮かばないのですが、カズレーザーさんなら自分にどんな質問をしますか？いや別に質問はしなくてもいいじゃないですか。無理やり質問されても困ります。モラハラ夫は不潔で臭いです。早く別れたら。自室は抜け毛やほこりであふれ、年中カビ臭さとホームレスような強烈な匂いが隙間から流れ出て廊下や階段も臭いです。別れたら。寝具や部屋着を洗濯したり干したりすると怒られる生活が何年も続き、精神的に耐えられずやめたらこうなってしまいました。夏はダニスプレーみたいなものを頻繁に大量に噴射しているようでケミカル臭もプラスされます。小さな子供がおり、やめてと言っても週に1回ほど部屋に入れて30分ほど過ごします。子供はその度にくしゃみをしながら出てきて、虫刺されもひどいのです。何を言っても怒られるか無視をされます。でも離婚してお金に困る生活が嫌です。とんでもねえな。夫は仕事か遊びに行くか寝ているので関わることはほぼなく、幼稚園などの諸々のお金を払わないことが多いので、指摘するときに私が逆切れされるくらいです。
や、お金に困る生活が嫌だとしても離婚した方がいいんじゃないでしょうか。まあでも離婚するとね、多分こういう人は慰謝料とか払ってくれないと思うので、その覚悟はあると思うんですけど、耐えられないんじゃないですか。その生活続けるよりはって僕は思いますね。不潔で臭いのが治ればどうにか我慢していける気がしているので。同じぐらいあなたも不潔になったらどうでしょう。嫌になるんじゃないですか。まあでもちょっと変わんないと思いますけどね。そういう男性ってもう別にそういう生活がしたくてしてるんじゃなくて、もうその生活を変えないことにプライドをただ持ってるだけなので、変わんないと思うな、どんな話題でも自分の話にすり替え楽しそうに昔話する同僚のじいさんばあさん、ともに70前後に並行します。どうしたらいいでしょうか。その人らをシカトしてください。その人らがいないところでみんなで集まってください。他人と関わるのが億劫です。家族以外の人との時間を仕事が休みの日にわざわざ作るのが本当に憂鬱で、その結果今でも会う友人は一人だけ、私って寂しい人間かなと思うことがありますが、たくさん人と交流した方がより良い人生になると思いますか。僕も友達は全然いないので分かりませんけど、他人と関わるのが億劫ですって言ってるのにこういう文章は投げかけてくるっていうのが、情報が一方的に得られれば楽なんだろうなっていう生き方をしてるんじゃないかなと思います。そういうのってあんまないので、自分からある程度労力払わないといい情報って手に入らないので、もうちょい労力払ってもいいんじゃないでしょうか。仮面してて将来が心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと、あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要なんて、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。30代後半です。この年齢になって初めて海外の会社に就職が決まり、年末あたりには引っ越して会社があるマレーシアに住むことになりました。ああ面白そう。特殊なスキルなどは何もありませんし、一般的に挑戦することを諦める人が多い年齢ですが、決めつけずに挑戦してみるもんだなと思いました。私は年齢関係なく人生を遊んでいたいです。いいですね。マレーシアに渡航されたことありますか。日本とは違うので不便なこともありますが、面白い国なので、一緒にマレーシアで暮らしませんか。いや、マレーシア暮らし結構一時考えてましたね。移住したいなとはすげえ思ってたんですけど、でもなんか食べ物が俺苦手なものがすごい多いので、マレーシアで多く食されてるものが基本的にやっぱ苦手だったので、まあお店を選べばあるんでしょうけど、ちょっとベースの味付けがちょっと合わないなってのがあったので、ちょっと移住先からはちょっとリスクから落ちてしまいました。いいっすね、楽しそう。でもやっぱ違う国では暮らしたいですよね。まあどこで暮らしても別に一緒っちゃ一緒なんですけど、同じような人がどうせ暮らしてるんで。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというのはやっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。うわ最悪ですね。彼氏がゴムをつけてくれません。今まで妊娠させたことないから大丈夫とか、低い確率を怖がっていて、これだから女は論理的じゃないから嫌だとかいろいろ言われて毎回丸め込まれてしまいます。こんな時どうしたらいいでしょうか。そうですね、どうしたらいいか別れるのが一番いいと思います。なんで付き合ってんのそんな人と。絶対別れた方がいいと思いますよ。いやそれでも本当に暴力的なことされてるとかだったら、もちろんすぐに訴えてください。そうじゃないならすぐ別れてください。
もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで。特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思います。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか。いや、気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、はっきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。クイズと受験勉強の両立の仕方を教えてください。何のための両立なの。趣味ってこと。趣味だとしたら別に両立できるんじゃないかな。受験勉強の合間でやればいいと思います。両立っていうか、受験勉強も大概クイズに役立ちそうですけど、どんな勉強知識であってもクイズってのはつながるものなので、何やっててもクイズの勉強になります。技術的なね、押すタイミングとかなんかそういうのはちょっと違いますけど、基本的には両立できると思います。子供の時から年を取ることが嫌で、死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか、考えても未だに解決策は見つかりません。僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。嫌なことがあったり、誰かから嫌なことを言われたりしたとき、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか。いや、記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね、電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ、確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな。そういう治療法もねありますもんね。忘れるってのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。もう一回人生をやり直せるとしても、カズレーザーを選びますか。全く同じ人生だったら選びます。ただ単純に僕として生まれて全く違う人生なんだとしたら、別に僕として生まれてくる理由がないなと思います。全く同じ人生でもそんなに不満はないです。初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか。これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけど、なんか仲良くしたいですって言うと、はっきりノーって言いづらいんで、ちょっと仲良くしてくれます。最近ハマれるものがなくて困っています。だらだらと人生を過ごすのも好きなのですが、何か一つのものに熱中したいです。おすすめのものはありますか。ルービックキューブとか、ああいうのでもダメなんですかね。だらだら人生過ごすのも好きなのにハマりたいんだ。許される限り昨日と全く同じ生活を続けてみたらどうですかね。そしたらその生活にハマれるのかな。ちょっと試してほしいですね。小学生の頃の嫌な思い出が原因で、バイト先の先輩たちとあまり仲良くなれません。大学でも友達作りたいけど、踏み込んだ話ができるほどの子ができそうにないです。話も下手で、以前お前の話ってあっそうで終わると言われました。うん、大抵の話ってあっそうで終わりますけどね。そういうもんですよ。でもっと言うと、みんなあんまり仲良くないんですよ。そんな言うほど踏み込んだ話してないんですよ。でも喋んないよりは喋った方が楽な時はあるじゃないですか。ちょっとでも楽にするのを、数を個数を増やして全体的を楽にしてるんで、毎回毎回踏み込んだ、まあ、親友みたいなことじゃなくていいんですよ。人との接点ってもっと軽いもんですから、あ、この人ともう合わねえなと思いながら付き合ったらいいと思います。嫌なことを言われるとすぐ傷ついてしまいます。考え込まないようにしたいのですが、何か方法はありますか。嫌なこと言ってくるやつが悪いんだから、傷ついたらいいんじゃないですかね。で、そいつと距離取りましょうよ。自分はいつも何かを選択するときに、全くやらないの0か、完璧にこなす100の2択でしか行動できません。
程よく手を抜いて物事をこなすにはどうすればよいでしょうか。はあ、この方がどういう方なのかやっぱ知らないんで、この文面ですから想像することはできないんですけど、サボる理由としてゼロ100でしか2択でしか行動できないとか、やるときはやるとか、いろんな理由を作ってることがまあ多いです。そういうケースの方が多いです。多分手を抜く術は人間誰でも持ってるので、むしろ50の仕事なんか誰も求めてないし、そういう生クラな仕事が一番困るので、100出す機会を増やした方がいいと思います。本当に完璧にこなす100を出せるんだな、それは才能なので、いっぱいその才能を生かしてください。いろんなことに対して100で挑んだ方がいいと思います。やらない理由としての、ね、0100をみんな持ってきがちなので、特にまあちょっとでも興味あることは100やった方がいいと思いますね。今まで人を見下したことはありますか。めっちゃあります。みんなあるでしょそりゃ。いやめっちゃあるでしょそりゃ。え、ない人いるのかな。え、います。路上で寝てる人とか、ベロベロになって寝てる人とか、やっぱね、俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで、自分がそうやって迷惑かけてたのを覚えてるから、今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。いろいろあって全日制の高校を辞めて通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では実践が大切だと言われたのですが、1日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか。うわー、すげー大変じゃん。どうなんだろう、燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけど、ひたすら勉強して1回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは、通いってそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに1回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと、実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時、取り返しがつかないので、勉強へのやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか。いや、多分やる気は多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で、多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方が持ってるはずなので、今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば、多分あなたは相当勉強できるので。苦手な人、合わない人に対して明らかにテンション低く対応してしまいます。そつなく対応するにはどういう気持ちいることが大切だと思いますか。いや、俺はもうそういうのすぐテンション低くなっちゃうんで分かります。そつなく対応する必要あんのかな。今この人がなんかある程度人生が満足だったら、このまま人によってテンションを変える生活の方が多分合ってるんでいいと思います。ただもうちょい何かを良くしたいって欲求があるなら、何かを変えなきゃいけないわけで、その変える一つの要素として、苦手な人や自分に合わないなって思う人にハイテンションで接すると、いいことがあるかもしれないって仮説のもとに行動してみたらいいと思います。別にそつなく全員にうまく対応するんじゃなくて、苦手だと思う、今まで苦手だと感じてた人に対してハイテンションで接すると、もしかしたらいいことがあるかも、今までやってなかった人生のね一箇所変える要素として、それをやってみてプラスなことがあったらそれを続ければいいと思うし、プラスなことがあれば続けやすいじゃないですか。そつなくとかそういうなんかよくわからないざっくりした意味じゃなくて、明らかに人間関係がうまくいくとか出世するとか、そういう現実的なプラスがメリットが見えたら頑張りがいがあると思うんですよね。でも逆に苦手だと思ってた人にハイテンションで接しても何もなかったなって思ったら、別に今までの状況に戻るだけなんで、いつでもやめることができるので、一回試しにやってみたらいいと思います。出世するとか収入が上がるとか現実的な俗っぽいメリットで物事を考えると、あんまり心のことを気にしなくていいんで楽だと思いますね。前日まではめちゃくちゃやる気あるのに、その日になると何もせずに終わってしまうことが多く、後から後悔してしまいます。また最初の方でつまずくと、その後何もできなくなります。対処法はありますか。いいんじゃないですか、何もしなくたって。後悔するぐらいだったらやればいいんだけどなと思いますけど、一人でできることだと、まあ自分次第なのでどうしようもないですけど、なんかどっか場所を移動してやるとか、なんか準備が必要なものだったら、やっぱ予約無理やり入れちゃうっていうリスクを負っちゃうっていうのがいいですね。断るのめんどくさいから行くしかないみたいなのが結構いいと思います。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。ああ、でも適当ってひらがなで書けるなら、多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょうよ。そうするとね、ある程度めんどくさいこととか逆に不便だなと思うことがあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。合計200点のテストで110点を取っている人でも、今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか。
もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないってのは、多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれませんね。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて、対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんも、レーザーさんですね、レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか。レーザーさん、レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜君だけなんですけども、聖夜君なのかなこれ、レーザーさん。僕別に収集癖ないです。衝動買いとかするんですけど、収集癖ってね、買ったものがそのまま残るから、なんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつって誰でもできる、趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、集めたことに対して満足感を得てるんだとしたら、あんまり続けない方がいいと思います。趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。趣味だもんな、わーわー言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや、好きな手が集めてください、ね、実家を抵当に入れてでも集めましょう。筋トレを続けることがしんどいと思う時があるのですが、うまく続ける気分転換に方法はありますか。先日全身筋肉量が不足と判定されてしまい、続けたいと思っています。気分転換以外で筋トレをする理由なんて僕は思いつかないんですけど、しんどいならやめた方がいいんじゃないですかね。全身筋肉量が不足している、続けりゃ上がってきます。筋肉量っていうのは、筋量っていうのは絶対に増えます。筋トレが一番いいところは、本当バカでも続けりゃ筋肉つくんですよ。その効率的非効率的はもちろんあるんですけど、続けてりゃ筋肉が増えんです。誰でもできることなんで、筋トレって本当に。フィジークの大会とかボディービルの大会出るわけじゃないんだとしたら、本当に差ないです。ノーペインノーゲインっていうのは古い格言がありますけど、今はねしんどくなくても効果が出る筋トレとかよく言われるんですけど、最初の頃はずっとしんどいです。しんどいのを続けるものなので、しんどいのが嫌だったら筋トレしなくていいんじゃないですかね。カズレーザーさん、こんにちは。私は性欲がある方で、週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が湧かず、月2ほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます。見解をお聞かせください。週4が当たり前が、金払ってるのかとかパートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだから、それは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて、家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって、漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中である、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが、一人暮らしをしようかと考えています。一人暮らしは別にしたら、結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。これでね、私も意見言って、それをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います、本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったら、それは多分辛いんじゃないですかね、この人は。気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。一方的に言われたりすると、とっさに冷静に言い返せなくて、悔しい思いをいつもしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。一方的に言ってくる人がいる状況っておかしくないですか。その人と離れた方がいいんじゃないですか、ね、もしくはその環境が間違ってると思うので。ただそれが上司からの命令とか、なんか社会的に上下の関係があるんだとしたら、言い返す必要はないと思います。他のところで解消する方がいいんじゃないですかね。言い返すのは別に言い返す必要はないと思います、ね、現在大学2年生です。時給労働が嫌で、自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい、全く先に進めません。
いや正しいんじゃないですか。時給労働っていうのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、まあ、時給労働です。時間を売ってるので自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちはすごくいいこと言ってるじゃないですか、自分で稼ぐ術を身につけようと。本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。まあ、例えば何か投資とかするから元手がいくら必要とか先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います。そんなことするよりなんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ。そっちの方が絶対得です。文系なんですが、将来年収が安定的に1000万円を超える職業って何でしょうか。今の日本で年収1000万円を雇われ人で安定的に超えるっていうのは、まあ、就活今されてるのかな、なんかねその辺に転がってる、企業ランキングみたいのでさっと見て上位にいるところを受けるのがいいと思いますね。今年収がそういうところに書いてある年収が平均年収が1400万ぐらいのところ、まあ相当な会社ですけどね、そういうところってぐらいに入んないと、ずっと安定的に1000万円超えるっていうのは難しいと思います。まあ年収っていうのは多分日本経済から考えると下がる要因がすごい大きかったりするので、物価がねこっからグッと上がるって可能性はないので、あと今安定してる企業も10年後分かんなかったりする。将来を 5,6 年後って見せるのはすごい早いな。 5,6 年後で1000万円をすぐ超える雇われ人ってなかなかいないと思うんですよね。資格的なものを持ってなくてもそこを超えるって難しいので、ただ1000万円の年収を稼ぎたいんだったら別に就活しない方が早いと思いますね。働かない、いわゆる職業に就かない方が1000万円って超えやすいと思います。それこそこういう芸能活動であったり、こういう YouTube を使った、インフルエンサーであったり、ネットビジネスであったりとかの方が圧倒的に稼ぐのは楽だと思いますね。カウンセラー系の資格を取得したいのですが、勉強すればするほど自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼす可能性があることに怖くなってしまいました。カウンセラーに向いてないでしょうか。カウンセラーってのは本当素晴らしい職業だと思うんですけど、カウンセラーで儲けてる人の、一部には自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼすっていうのを悪用とまではいかないですけど、まあ、自分に都合よく使ってる人も多いです。だからでもそれを嫌だっていうんだったらちょっと向いてないかもしれないですね。ただそうね、めちゃくちゃ稼いでるカウンセラーの人ってどっかでドライなとこありますもんね。全部相手のクライアントの悩みを聞いてるわけにはいかないですもんね。自分がぶっ壊れちゃうから、どっかでそれは気に張らせる人の方が向いてるんじゃないかなと思います。でも本当にね、人の心の悩みとかを助けてくれるカウンセラーになってくれる人がいなくなると困るので、まだとりあえずは目指してください。さらば青春の光、東袋さんの活躍はどのように感じていますか。袋さんと仲違いしているのですか。 YouTube コラボはありますか。いや、なんも、普通の知り合いですね。なんか東口っていうね、昔からね、東口がよく元コンビでなんかちゃんとやってたような言い方するんですけど、学生の時にちょっと遊びでやってたくらいなんで、なんか元コンビって感じもないんですよ。だからそんなに熱いつながりないんですよ。であいつやっぱ口がね、適当に喋るから、なんかすごい大げさな感じでネットニュースがなってるだけで、別にそんな普通の友達です、知り合い。はい、 YouTube コラボありますか。いや、さらばは YouTube 面白い YouTube なんだから、こういうなんか芸人が やらなそうなヘンテコなチャンネルとコラボしたくないでしょ。あの人たちで面白いことやりたいでしょ。世界を征服する方法を教えてください。はあ、なるほど。何をもって征服なのかって感じしますね。地球という領土全部を自分の国にするっていうタイプの征服であったり、経済的に支配するっていう方法であったり、いろいろあると思うんですけど、努力か経済力かどっちかが必要なんじゃないですかね。ただ征服すると搾取する側がいなくなるので、あんまメリットはなさそうですけどね。侵略する場所がなくなると武力を行使する相手がいなくなるので、
内部崩壊しちゃうっていうのが、まあ、歴史が大抵証明してくれてるんですよね、はい、外部になんか領土を求めるタイプの征服の仕方は征服し終わった瞬間別の悩みが発生するので、また経済的に征服しようってなるとむちゃくちゃなお金持ちになったとして世界で一番世界の富の大半を手に入れているのは大金持ちになって好きなことをやるってなってもそれが征服なのかって話なんですよね。経済的な支配ってのはあんま退屈そうですね。結局お金持ちかどうかだけの話になったんで征服したっていうかなんか実感がない気がしますね、うん、だからあんま征服しない方がいいんじゃないかなって思いますね。就活が本格的に始まり米欲経験値スキルが他社より劣っていることが気になって仕方ありません。インターンに行く先々で同い年の就活生と比較し傷ついてしまいます、人と比較しすぎず自分のレベルアップに集中するにはどうすればよいでしょうか、劣ってる能力を高めるのがいいんじゃないでしょうか。でもそれを、ね、どこが劣ってるかは人と比較しないと分かんないと思うので劣ってるのはしょうがないじゃないですか。経験値が他者より劣ってるってことはもう経験してないんだからそれはもう自分のせいなんですから劣っててもしょうがないです。で優秀な人から結果出していくっていうのは世の中なのでそこはもうそういうもんだと思ってください。就活生ってことはまあ多分大学生だと思うんですけど受験がそうだったわけじゃないですか。大概のことは他の人と同じレベルまでは高められると思います。頑張ってください。姉が金を返してくれません。服を買ったりしてるなら先に返済してほしいです。おっしゃる通りですね。本当もうその通りですね。自発的にアクションを起こしてほしいのですが毎回我慢切れでこちらが催促しています。いい方法はありますか。民事裁判ですね。身内だとしてもやっぱり法に照らし合わせるのが一番大事です。お金はかかっちゃうんですよね。その分それ自体裁判するっていうのはむちゃくちゃ労力かかるんですけどなかなかできることじゃないので相当夢中になれると思うので服買うぐらいなら金返せっつってその朝廷を申し入れるっていうのはすごい俺はなかなかないエピソードだと思うんですよ。すごく魅力的だと思います。俺だったらそれやってみたいですね。めちゃくちゃいいな面白そう。裁判にはなりようがないですけどね。いくら貸したか分かんないですけど貸した金以上に費用はかかるんですけどそれ以上に楽しい経験はできると思いますね。将来の夢は何ですか。いやまだ決めてないんですよね。ちょっとねまだまだ全然決まんないです。おすすめの本で漫画でも大丈夫です。あ漫画でもいいんだ教えてくださいみたいなのあるんですけど漫画だったらなんだろう。好きなのは手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね。面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。恋人と過ごしているとずっと一緒にいたいけどきっととこれもいつか終わってこの人とも疎遠になるのかなどとふと考えてしまい虚無感に襲われます。恋愛経験が浅いので余計に怖いです。どうしたらこの不安なくなるでしょうか。いや恋愛ってのはそういうものです。正しい認識だと思いますよ。きっとこれもいつか終わって疎遠になる。そうです、恋愛っていうのは必ず終わりが来ます。終わりが来るのを避けられないから結婚離婚っていうのはあんだけめんどくさいシステムになってるんですよ。めんどくさいぐらいだったらこの関係続けた方が楽だなって思えるようになってるんです。最終的にみんな、興味なくなって終わっちゃうのでそれを避ける方法を物理的に、めんどくさいっていう制度で囲ってるだけです。ただ次にね誰か好きになって楽しくなるので別にいいんじゃないでしょうか。でもどうしたらこの不安がなくなるでしょうかって今思っちゃってる時点で多分夢中じゃないんでそろそろその恋愛は終わりそうですね。あ、はじめまして。カズレーザーが以前、もうすごい呼び捨てで書いてくれてありがとうございます。カズレーザーが以前、スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルって成績を伸ばしているということを話されていて、今まで自分が辞めたり周りに迷惑をかけるんじゃないかと思っていましたが、自分がさらに働きやすい環境に行くために転職活動をしています。最終面接まで一社進んでいるんですが、最終面接のカズレーザーさんなりの攻略法というか考え方がありましたら教えていただきたいです。そんなに少人数の募集なのかな。あ、まあそっか。中途採用はね、それもあるか。新卒じゃなければね。いやもうでも最終まで行ってんだったらもう攻略法とかないですよ。一体多数自分より多い目があることがね大半なんでそこは作ったもので切り抜けられるもんじゃないです。ね、これねジョブズいなくなってもアップルって成績伸ばしてるっていうのがなんかいろんなところで転載されたりしてるんですけどこれはあの場で言ったことであって全員に向かって俺喋ってないです。
基本的に言葉は全員に向けて喋ってないです。まあ都合よく解釈してくれれば一番いいんですけど、あなたに対して言ってないのに全然俺に当てはまんねえじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、ちょっともうちょっと落ち着いて生きてください。30代女性会社員です。仕事以外の時間が暇で新しいことを始めたくてボクシングジムへ通おうと思っています。軽いフィットネス系のジムよりもスポーツとして真剣に取り組めるところが良いのですが、この先プライベートな時間の使い方が変わって仮に暇でなくなったら通いたくなくなるかもと思うと入会に踏ん切りがつきません。このタイミングで入会した方がいいと思いますか、しない方がいいと思いますか。興味ある時点で入会した方がいいと思います。で、あのガチのところ入会するのいいと思います。女性会員ね少ないんでね、すげえ安く買えるとこって結構あるんで、そういうのがいいんじゃないですかね。とりあえず入ってみて、別にいつ辞めてもいいじゃないですか。大した額かかんないですよ。めちゃくちゃグッズが必要なスポーツでもないので、意外とお金かかんなかったりするので、とりあえずやってみたらいいんじゃないですかね。大学生で実家を離れて一人暮らししているんですけど、知り合いが一人もいなくて不安です。友人などの作り方などアドバイスが欲しいです。サークルなどはコロナでやってないです。大学もリモートなんですかね。まあそっか、でもリモートで一緒だからって別に顔見知りってわけじゃないのか。でこの感じだとまだゼミとか入ってない1年生2年生ってことだと思うんですけど、まあ同じような悩み持ってる人はいっぱいいると思うので、同じ大学に所属している人が多い、学生が多い SNS とかコミュニティはあると思うので、そういうところに入ってみるのがおすすめなんですけど、往々にしてそういうところってすごい詐欺まがいのところが多いので、そこは気をつけた方がいいですね。寂しいとね、どうしても本当にうさんくさいところに飛び込みがちなので。そうですね、どういう友達が欲しいかによりますね。なんか趣味あると思うんですよね。そういうところで大学関係ないコミュニティ見つけるのがいいんじゃないかなと思いますね。ただその詐欺まがいであったり、うさんくさい宗教であったり、すごい強いイデオロギーを持った集団とかに関わらないようにしてください。だからなるべく素性を明かさずに最初はそういうところに参加するのがいいと思います。こういう子が一番反社会的な組織に引っ張り込まれやすいので、これはそうね、難しいな。でも SNS だけで作んない方がやっぱいいですね。そうですね、危ないな。僕だったら我慢します。もうしばらく我慢しますね。焦って作る友達ってろくなやつがいないので。その場限りの友達しかできません。学校では一緒にいるけど休みの日に会ったりはしない。どうしたらもっと深い関係になれますか。友達ってそういうもんなんじゃない。休みの日には休みの日でみんなやりたいことあるでしょ。友達以外とも過ごす時間はあるので、いや深い関係にならなくていいと思いますけど。てか学校でも接してるなら十分深い関係な気もしますけど、どうなんだろう。どうしたらもっと深い関係になれますか。今深い関係になる必要がない人と無理やり深い関係になろうとしても、ね、相手も迷惑なんで、今少なくとも周りにいる人とは深い関係になれないんだと思います。もしかしたらいつかそういう人ができるかもしれないですけど、できないかもしれない。今までできないなら多分今後も深い関係になる人はできないかもしれません。相手も深い関係になりたいと思わない限り深い関係にならないですもんね。でもそれでいいんじゃない。どうしても必要かな。2023年大学受験の高3です。ああそうですか、頑張ってください。ストレスや不安に落ち着かされそうになった時、どのように乗り越えてきましたか。あんまりないんですよね、ストレス不安っていうのが。試験本番の緊張に打ち勝つためのアドバイスもいただきたいです。緊張とか、経験したことないプレッシャーに打ち勝つってのはなかなか難しいので、経験したことないプレッシャーとか不条理な状況を体験しておくのがいいんじゃないですかね。なんかよく言うのが、すっごいうるさいところとかで試験問題解いてみるとか、そういう自分ではどうしようもないプレッシャーを経験しておくと、そのストックがたくさんあれば不安とか緊張に打ち勝ちやすくなると思います。でもそんなことするんだったら普通に勉強しといた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですよね。多分こういう悩みとかはあるのはしょうがないですけど、悩むくらいならいつもでも多く問題解いてください。で合格してください。頑張ってください。いつかクイズプレイヤーとして強くなって、私と勝負することを宣言します。はい、なるほど。そうですか。いや宣言されてもな、もっと強い人を目指した方がいいと思いますよ。競技クイズは競技クイズのね、強い人がもっと強い人山ほどいるし、映像を見て答えるクイズは多分僕相当強い方だと思いますけど、でももっと強い人は多分いると思うし、東大王的な形式だったら東大王の人の方が強いと思うし、クイズプレイヤーって言ってもね、どのジャンルかによると思いますよ。もっと上目指してください。そうね、なんかめちゃめちゃ強い人になってほしいですね。
20歳です。人が怖くて働くことが苦手です。フードコートや学校での集団行事、バイトなど人がたくさんいるところでは怖くて相手に目を合わせられず手が震えてしまいます。今後30代40代50代となって働かず親の金だけで生活していくのはとても惨めで自分を許せません。どうすれば生きていきますか。家で一人でお金を稼ぐ方法を頑張ってください。集団行動しなくてもお金を稼ぐことはいくらでもできます。本当に苦手なんだしょうがないですけど、でも克服できないレベルなんだったらまあそれしかないと思いますね。会いたい人に自分から誘うばかりで自分はあまり誘われません。いつも自分からなんで寂しいなと思ってしまいます。はあ、なんで誘わないのって聞いてみてください。それで大した理由がなかったら本命じゃないので、今後の付き合い方を考えてもいいんじゃないでしょうか。でも誘ったら来てくれるんだったら意外とそれぐらいの人って続けてると楽な関係だったりするので、はい、あんまり自分の中の心のウェイトをその人に比重をね大きくしすぎない方がいいと思います。いつでも辞められる関係ぐらいに留めたらいいんじゃないでしょうか。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか。ちゃんと風呂入ってんじゃねえかよいいじゃねえかよ、そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ、ささっと入って出てこい子供の背を伸ばしたり体格を良くするために何が必要だと思いますか。なんだっけ、滑降カルシウムじゃない、なんかカルシウムの種類であるんですよね。オランダはそれを国策じゃないけど結構多めに摂取するようになってから身長が伸びたみたいな話があったと思うので、それがいいんじゃないですかね。あとはやっぱり垂直方向の刺激があると伸びやすいっていうのは昔から言われてるんで、まあ、実際にどれぐらい本当なのか分かんないですけど、やらないよりはやった方がいいんじゃないですかね。最近ね、骨延長手術、それをやってる人がねよくインフルエンサーとか、配信とかやったりするんですけど、やっぱり運動能力は落ちてしまうので、そうね、子供の頃に頑張らせるしかないんじゃないですかね。ただ子供の背を伸ばしたからってね、めちゃくちゃなわがままですよね親の。これは難しいんじゃない、食生活習慣だけでは遺伝子は超えられないと思うので、まあでもまあいろいろ頑張ってみてください。垂直方向の刺激が大事なんじゃないかなと思います、運動に関しては。3歳上の兄が働かなくてどこに行っているのか、1ヶ月に1回くらい帰ってきてまた出て行って困ります。トラさんじゃんもうどういうこと、すっげえ気になるな、気になりますねこの人。こっそりつけてってみたらどうですかね。探偵雇うなり、まあ、探偵は金かかんでね、暇そうな、同じぐらい暇そうなやつを見つけて、ちょっと兄のことをつけてくれって頼んで、ちょっと気になりますねこれ。いや普通に何らかのストーリーが生まれそうなんで、そのお兄さんのことをつけてって、まあ、名前とか伏せてどっかで発表したら、ちょっと僕は読みたいなと思いますね。薬学部4年の大学生です。病気の治療のため1年間休学していましたが、来年度から復学できることになりました。おめでとうございます。しかしこの1年で3年生までの知識も抜けてしまい、自分がどうやって勉強していたのかも分からなくなってしまいました。そこでブランクがある時の勉強のコツやアドバイスがあれば教えていただきたいです。この病気の治療のため1年間休学というのはどういった病気なのか、ちょっと僕は全くこれから分かんないんですけど、その病気のせいで本当に知識が抜けてしまったりとか記憶にハンデを負ってしまったっていうんだったら、いやそれはもう全然アドバイスはできないですけど、3年ちゃんと溜め込んできた知識が1年抜けたとしても、まあ一般的にはちゃんと戻せるのでゆっくり勉強し直したらいいんじゃないですかね。コツとかじゃなくて、はい、ゆっくり勉強楽しんでください。分離の選択に迷ってます。私は理系に進みたいと思ってるんですが、定数的には全体的に文系か評価が高い傾向にあります。どっちを選んだら、またはどういう基準で選んだらいいでしょうか。理系を選んだ方がいいと思います。理転するのは難しいんですけど、分転するのは簡単なので。分離の選択で迷う場合、将来とかの、ね、要素じゃないですもんね。文系の学部に進む方っていうのは基本的に理系に行けなかった人が行くので、はい、最初は理系を選んだ方がいいと思います。最初からその先が見えてるんだったらこういう質問は来ないと思うので、基本的には理系に行けなかった人が文系になってると思って、少なくとも学部選びではそう考えて差し支えないんじゃないでしょうか。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですが、おすすめのバイトありますか。どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生だと一番稼げるかな。
稼ぎたいんだったら、まあもっと別の方をした方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで、子供たちもこのままゲーマーの道をたどり、ろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるのでしょうか。はい、いや父親がゲーマーだったら、まあそれはゲーマーになりますよね。だってね、お父さんはゲームばっかしてて、でもなんとなく生きていけるんだから、僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことって、それは聞く耳も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから、子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。いやだって勉強より逆に勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いやこの環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね、娯楽の王様だった時代、やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね。どうやって自分が勉強したかっていうと、単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね、一瞬でも得意になればね、好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。質問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか。いや個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど、教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いっていう人とか、もっと発展的なものを学びたいという人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。じゃあちょっとインスタの方のコメントいっぱいいただいてます。いや親子さんとかの質問が多いですね。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってものが廃れないんですよね。クイズ番組でご活躍されておりますが、カズレーザーさんから見て、いや本当この人には負けると思う知識豊富な方はいらっしゃいますか、いるとすれば誰ですか。いやいますけど、本当に知識豊富な人ってクイズ番組なんかには出ないので、あんま負けることないですね。本当に頭いい人はクイズやんないです。好きになれないかも、好きになれないかもと思い付き合って1ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません。今思えばとても理想的な方で、ゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としています。もう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますか。ああ、文面を読んだ限り、この方のわがままで別れたんだから、別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います。割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうか。もう絶対に戻ってこないと思いますね。なんかまだいけるって、どうしてもね、自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら行きがちですけど、人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんで、もう元の際に戻らないで、はい、忘れるしかないですね。何にもならないです。可能性はゼロです。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなりあいにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで、何か仕方しても大丈夫なんで、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。テレビ離れが今話題になっていますが、テレビの魅力は何ですか。なんだろう、未だに何千万台って、家庭に置いてあるってことじゃないですか。テレビってものを単一のチャンネルと考えたら、登録者数がめちゃめちゃ多い動画チャンネルなんじゃないかなと思います。
それをなんか細かく分け合ってるからテレビ離れになってるんですかね。まあ業界も再編されるんじゃないかなと思います。魅力はやっぱりでもテレビもね、こう視聴者も高齢化してるから同年代が出てるってことが今のテレビの魅力なんじゃないかなと思います。そういう意味では若い子からの魅力がやっぱ薄くなってると思います。大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とかヨットで日本外周とか大きなことがしたいのですがいい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とかヨットで日本外周っていうのは結構な人がやってます。どの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのをそれを人にアドバイス求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないしそういう引き出しがないと思うのでもっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし日本一周がでかいことだと思ったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいなその競い合う対象が学生とかそういう枠組み作ってるのってあんまり良くないですよ。学生お笑いみたいなの流行ってるんですけどああいうのも全くそうなんですけど学生ってくくってやるのって基本的にあんまり良くないです。同年代でも学生じゃないといっぱいいるし何でもないラベリングなのであんまりそういう分け方はしない方がいいと思います。はい、視野が狭いと思います。いろいろな物事を気にしすぎてしまいます。どうしたら改善できるでしょうか。気にしなくなもうそんな気にすることあります。今持ってる連絡先とか家にあるものとか半分ぐらい捨てるのがいいと思いますよ。何かをもう物理的に半分にすると気になること減るんで。私は人に頼るのが苦手で全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人甘えられたいと思ってるわけじゃなくて一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います。はい、甘えじゃなくて分けた分担した方が結果早くなるよっていう単純な計算をするようにしてください。国語の勉強の仕方、当文現代文、語彙の増やし方、集中力のつけ方、記憶力を高める方法を教えてください。わあ、俺も記憶力高めたいですね。国語の勉強、原文に関してはちょっと勉強法ってのはほぼないんで問題を解きまくって方向性とか、問題の意図をつかみまくるしかないと思うんですけど古文ってのは古文をたくさん読むしかないですね。そうすると当時の流行りとか物語の方向性とか変な話癖みたいなのが分かってくるのでこの時代の平安時代の文章ってこういう風に進みがちだよねとか分かってくると簡単に答えられますね。平安時代の人が普通に読めた文章なので読めりゃ答えられるわけなんで読めるかどうかだけです。たくさん読むしかないですね。じゃあツイッターの方にも悪魔のような分身にいつも俯瞰で見られている気がします。この感情どう扱ったら寝てくださいちょっと疲れてるんじゃないのかな。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか。技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのかただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったらめちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。若い花のうちに遊んでおかないと後悔するよなど人生の先を生きた人が若い頃を振り返って口にするアドバイスに弱いです。今の自分は遊ばなくていいと思ってても確かに年取ったら後悔するかもしれないからです。年を取って後から食えるかもしれないことに直面したらどう考えますか。いや若い頃遊んどいた方がやっぱりねいいと思います。若い頃の方がバイタリティがあるのでたくさん遊びます。ただ全然今は努力して年取ってからその分取り返すように遊ぶっていうのも全然ありだと思います。どちらも別に同じ量遊べる結局限界まで今の年齢のキャパ限界まで遊べるんだったらどっちでも多分いいと思います。年齢相応の楽しみ方があるので若いうちに遊んでそれが後に引くようなことになるんだったらそれは遊ばないに越したことないです。プラスになる遊びっていうのはでもどうやらあるようなのでそれはやっといた方がいいと思います。ただ遊ぶんだったら別にやる必要はないです。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか。プリになってるところ見たことないので気になりました。いや結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。新卒1年目社会人です。仕事内容はいいのですが残業代出ない、毎週早出、絶対定時に帰れない、6連勤もあり、人間関係もいいとは言いません。転勤したいのですが新卒1年目で転勤って厳しいでしょうか。転勤なんだ。転勤は
会社の都合だからなかなか自分の意思では難しいんじゃないですかね。転職じゃなくて転勤なんですね。その仕事はいいんだ、やっぱ仕事内容はいいから。いや転職の方がいいんじゃない、またやりたいことがないのですがどうしたらいいですか。じゃあ転職がいいんじゃない。だって相当しんどそうじゃない、続けたいんだ。多分転勤しても同じ会社なんだったら同じその就労状況になりそうだけどね、環境は同じなんじゃないですか。